北進テスト25年度第1回スナビです。6番ミードズ1で三角形 ABC は AB ダイナリ AC です。点 D は各 BAC の二等分線と辺 BC との交点です。これについて次の各問いに答えなさい。括弧1 A 対 AC イコール BD 対 DC であることを次のように証明しました。A、B に当てはまる角や三角形を右下の点線の四角形の中から、A から Kの中からそれぞれ一つ選び、その記号を書きなさいとなっています。で、ちょっと括弧2もですね、見てしまいたいと思います。証明問題は括弧1ですので、括弧2はこれを使った問題です。括弧2、AB イコール 6cm、BC イコール 5cm、CA イコール 4cm とします。図算のように三角形 ABC を折ります。まず線分 AD を折り目として折ったとき、頂点 C が写った位置を点 F とすると、点 F は辺 AB 上にあります。次に線分 BD が直線 DF に重なるように折ったとき、折り目の線分 DG とし、頂点 B が写った位置を A とします。このとき三角形 DFG の面積は三角形 ABC の面積の何倍ですかとなっています。これは括弧1を使った応用問題だと思います。それでは括弧1に戻りまして、括弧1の方からやっていきたいと思います。これ三角形 ABC がありまして、角 A ですね。角 A の二等分線。すると BC の交点を D とします。問題はですね、AB 対 AC が BD 対 DC になることを証明せよというんですね。1番。仮定からですね BAD と CAD は同じだというのが丸一です。で、外部にですね AD と平行に C から AE を引いております。 AE は BA の延長線上でも E はあります。そこで丸二はですね、CAD とですねここと、等しいのが ACE だよということですね。これは平行線の錯覚で等しいということです。で、丸三がですね、いわゆる問題になっています。角の BAD と同じのはどこか、BAD と同じのは、カタカナの E の AEC、ここと同じだってことですね。これは同位角で等しいんだよってことになっております。で、丸一、丸二、丸三より、角の ACE ですね。こことここも等しくなりますので三角形の EAC はですね EC を底辺とする二等辺三角形が底角が等しいということですね。丸2と丸3がそうしますと AC と AE もこれは長さが等しいということになります。そうしますとですね、ここで平行線で等積変形を行っていきたいと思います。等積変形これが丸6で問題となっています。 AD イコール EC 三角形 AEDAED の面積は AD を底辺とした場合 C にとも平行線でね C にとも同じだってこと。答えはねカタカナの O の三角形 ACD となれば正解です。これが、したがって、E の角 AEC と O の三角形 ACD がスモール A スモール D の答えです。さらにちょっと続けていきましょう。そうしますとですね三角形で例えば EBD でですね、EBD で底辺が E から A と A から B で面積がそれぞれ、ADC と EDA で面積がそれぞれ分かれます。また同じですからこの A と E が同じ下に倒しますと同じくですね、面積比がそれぞれ、ABD と ACD がそれぞれの辺で分かれてくる。ということは最終的にはですね、AB とAB 対 AC は下の BD と DC と同じだってことが証明できるかと思います。それでは大きな図算のところで見ていきたいと思います。三角形 ABC で分かっているところですね青で書いてます。 AB のところは6センチだそうです。それから AC が4センチで BD が5センチです。そして各 A の二等分線したがって FAD と CAD は同じ角度さらにですねバスとバスと書いたところ角の FDG と BDG は同じ角度です。で先ほど使いましたですね角の等しい場合ですね角の二等分線がありますと例えば4と6ですと4対6にしたのところをこちらが4対6に分かれるとですねしたがって5センチですので5センチをですね4と6を足した分のこ
ちらですと4、なし5かける10分の4、ここは2センチということになります。5センチですから2センチ、残りは3センチになりますね。ここ折り返してますので三角形の AFD と ACD は合同ですので2センチだったらここは2センチということがわかります。ここは3センチになってますね。これってやはりですよ、折り返した三角形の DHG と DBG も同じものですから、D と H はこのところは3センチ、残りが、2センチを取って1センチということが分かります。で、4センチここが、F がありますので、残りは2センチになっております。F から D。ここのところですね、やはりバツバツって同じちょうど角二等分線ですね。2と3ですので、2対3にそれぞれ2対3に分けるってことですね。2対3に分けます。そうしますと、例えばここの長さと言われたら2センチを2と3に足した5分の2をかければ出てくると思います。問題はどういうことかというと、三角形の DFG ですから DFG、 これは全体の ABC の何倍かという問題です。まずいきましょう。三角形 ABC1 とした場合、三角形の ABD というのは、このところ底辺が5個分の3ですから、三角形 ABC にした場合 ABD はこれは5分の3となります。それの数学のものというのは掛け算ですので、それの5分の3、まあ、ここまでですね、5分の3ですね。今度は、5分の3のうちの全体6個6センチです。6センチ、6分の2を足しますと三角形の FDB がの6分の2、ABD のさらに6分の2が FBD となります。で最後ですね、最後は、このところ、DFG ですんで、このところですね。それは3と2、3と2をこの三角形ですね、FBD の3と2を足したうちの2個だけ、3と2を足しているのにのということですね。したがって三角形の DFG は、5分の3のさらにこちらのところの6分の2のさらにそこのところの5分の2、計算しますと25分の2倍というのが正解です。